むけの殻か。ん？姉さん！どうしてここに？助けに来てくれたのね。ありがとう、デニム。何をするんだ、姉さん！ここにいたのか、カーチは。お前は！ここは危険だ。城外へ撤退するぞ。こっちへ来るんだ。総長、準備が整いました。さあ、早く城外へ。うん、ご苦労であった。オズマが城外で待っております。ここはこの私とオズにお任せを。貴公らもあまり無理をするなよ。姉さん！貴様がデニムか。ライムでは姉さんが世話になったらしいな。行くぞ、課長。あの時の小僧か。いい面構えになったようだな。それが本物かどうか確かめてやろう。Thank you.
やべえな、そろそろ潮時な感じってやつ。逃げるつもりか、この腰抜け目。弱いやつほど吠えるというが、お前も同じだな。もうこの野郎、舐めやがって。悪口は好きだが、言われるのは大嫌いなんだよ。時間稼ぎはもう十分だな。そろそろ脱出させてもらうとするか。いい目をしておるな、小僧。覚悟もできているし、剣に迷いがない。上官を殺し、主君を殺し、
バルマムッサを焼き払っただけのことはある。貴様にならばこのバレリアを委ねてもよいやもしれんな。好きなだけ僕を責めればいい。責められるだけのことをしているからな。だがお前たちにひれ伏すつもりはない。この島の人々はローディスの支配を望まないからな。死んでいった人々のためにも僕は最後までお前たちと戦わなくちゃいけないんだ。いやー、素晴らしい。実に素晴らしい。自分の行為を正当化する術にも長けてきたようだ。覇者たる資格を望む者はそうでなくてはならぬ。他人を欺くだけではなく自分をも欺く。戦乱の世を生き残り他者に打ち勝つためにはいちいち失策を気にしていてはダメなのだ。一時は反省も必要であろう、後悔も必要であろう。だがそれで終わってはダメ。全く話にならん。次に一歩足を進めるときには全ての失策が今後の世のため、他人のためと思わねばならぬ。それが覇者たる資格、資格を持つ成功者。小僧、貴様は十分にその素質を持っているぞ。俺の姉貴が随分と世話になったようじゃないか。姉貴？あの女の暗黒騎士か。双子だな。顔が似ている。たっぷりと礼をしてやろうじゃないか。どんな方法がいいかな。やっぱりおもてなしといったら豪華な食事だな。俺が自慢の手料理を食べさせてやろう。となると準備が肝心だ。とっておきの銀のフォークに銀のナイフ。まずは貴様の両腕を切り落とし、その右手にナイフ、左手にフォークを突き刺すんだ。グリグリっとな。前菜は熱く煮えたぎった鉛のスープだ。
スプーンがなくても気にするな。喉を切り裂き流し込んでやる。次に貴様の背中の肉を少しばかり削ぎ落とす。血も滴る新鮮な肉だ。レアステーキで食べさせてやる。そしていい加減にせぬか、オズ。遊んでいる場合ではなかろう。その限界だな。引き上げるぞ、オズ。先に行ってくれ、バルゼフォン。あんたが脱出する時間を稼いでやる。無理をするなよ、オズ。命を失っては何もならぬからな。
んてことだ。この俺がこんな小僧に敗れるのか。姉さん、助けて、助けてよ姉さん。うわ、姉さん、どうして？他人を欺くことはたやすいが、自分に嘘をつくことなんてできやしない。それができたら、僕は楽になれるのか。